バンダ湖は南極大陸ロス海俗領をビクトリアランドライト谷にある湖障である。この湖は5キロメートルの長さがあり、最大深度は6 9ルである。1968年から1995年までの間、ニュージーランドが湖岸にバンダ基地を設置していた。バンダ湖は海水の10倍以上の濃度の塩分を持つ塩湖であり、これは 視界の塩分濃度より高く、世界で最も塩分濃度が高いと言われる、ジブチのアッサル湖よりもさらに高い可能性が高い。この湖は、深部の水が、より浅い水域の水と混合しない、部分循環湖でもある。下季においても3メートル以上の氷に覆われているが、固定の水温は、摂氏25度に達する。この湖は、南極横断山脈のドライバレーにある多くの、 塩水湖のうちの一つである。南極大陸最大の川である、オニキス川は、海から遠ざかる方向に西に流れて、バンダ湖へ流入する。河口に観測所がある。オニキス川とバンダ湖に魚はいない。微生物だけが見られる。氷結したバンダ湖。右手前にオニキス川が見える。バンダ基地は、ロイヤルバンダ湖水泳クラブが存在することでよく、知られていた。 バンダ基地への来訪者は、夏の期間に、氷管の変煙部が溶けてできた、堀城上開け水部の高潮分水に浸かることにより、このクラブの袖章を授与された。多くの交換や政治家がこのクラブに入会した。水に浸かる際には、裸でなければならない、頭部まで完全に潜らなくてはならない、バンダ基地スタッフによる証拠写真撮影を妨げてはならず、また、 その際には極部を何かで隠すことは認められたが、それは緑色をした自然物でなければならないとされるなど、いくつかのルールが存在した。寒気には、この堀は再凍結するが、表面から数メートルにわたり完全に透明な氷となる。1995年、湖の水上昇のため、バンダ基地は閉鎖され、無人の避難所に置き換えられており、数名の研究者が、 定期的に訪れている。バンダコ、オニキスガーのある、ライトダニの地図。ありがとうございます。